大ヒマラヤ国立公園は、インドのヒマーチャルプラデーシュ州、クルー県にある国立公園。南北に伸びるクルー渓谷の東側に位置し、ヒマラヤ山無西部の標高6000メートルの鉱山から2000メートル以下の谷間に広がり、鉱山帯、雪解け水の流れる4本の渓谷、森林などによって構成される。面積は、 核心部が905平方キロメートル、バッファーゾーンが266平方キロメートル、合計1171平方キロメートル。インドの国立公園として1984年に設立された。大ヒマラヤ国立公園は2014年にユネスコの世界遺産に登録された。口置するように、グレートヒマラヤ国立公園と表記する日本語文献もある。 大ヒマラヤ国立公園は、ユーラシア大陸に広がるニキタクと、南アジアの東洋区の2つの生物地陸の境界に、あり、インド大陸に住む熱帯性の生物と、中央アジアの温帯に住む生物が、モザイク状に生息している。また大きな標高差があるため、鉱山の草原、雪解け水の流れる、渓谷、標高2000メートル以下の川べりの森など25種類もの、 多様な森林が存在する。絶滅危惧種として、邪行カを含む4種の哺乳類、灰色樹形を含む3種の鳥類が生息し、多種の薬草が確認されている。大ヒマラヤ国立公園の設立経緯を概説する。1980年代、1983年、クルー県のボンジャルエリアで、インダス川水系の3つの渓谷、タイ山。 セインジ及びジワネルの分水嶺領域の予備的な調査が始まる。1984年、ヒマーチャルプラデーシュ州によって、大ヒマラヤ国立公園の中心部とバッファーゾーンが公示される。1987年、公園の運営計画策定1988年、現地住民との協議1999年、 大ヒマラヤ国立公園がインドで最も新しい国立公園として認定される。生物多様性の維持のためのプロジェクトが完了する。2014年、ユネスコの世界遺産に登録される。大ヒマラヤ国立公園には31種の哺乳類、209種の鳥類、12種の爬虫類、9種の両生類、125種の昆虫が生息し、 イカンタバ植物805種、地類192種、苔類12種と25種の苔が確認されている。公園内は、インドの国立公園に関する法律、野生生物保護法によって飼料が禁止されている。大ヒマラヤ国立公園は、第37回世界遺産委員会で最初に審議された。その時の推薦名は、グレートヒマラヤンナショナルパークである。 その審議に先立ち、世界遺産委員会の諮問機関である、国際自然保護連合は、推薦された基準のうち、自然美については既存のヒマラヤ山脈の世界遺産などに比べて、顕著な価値を認められないとして退け、生物多様性については、潜在的な適用可能性を認めつつ、大ヒマラヤ国立公園だけでなく、隣接する2つの野生生物保護区も含めた、 大ヒマラヤ国立公園保護地域での価値の証明を進化させるべきことなどを示し、登録延期を勧告した。実際の委員会審議では一段階上がった情報紹介決議となったが、示された改善点は IUCN の勧告を踏襲するものとなった。インド当局は大ヒマラヤ国立公園保護地域として推薦書を練り直し、勧告に従って、 推薦範囲を拡大し、生物多様性に絞って価値の証明を拡充した。それに対する IUCN の勧告は、登録で第38回世界遺産委員会では、韓国通りに登録が認められた。世界遺産としての登録名は、英語、グレートヒマラヤンナショナルパークコンサーベーションエリア、フランス語、アイレでコンサーベーションジュパーク、ナショナルジュックランドヒマラヤで、 その日本語名は以下のように揺れがある。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。